さあ第1ラウンドのゴングが鳴らされています。青いグローブ大川和樹、そこに前蹴りを放っていったのは赤いグローブ伊沢奈美との一戦です。さて解説はおなじみ格闘技ライターの中村匠さん、そして小比類巻貴之選手のお二方です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大川が得意のパンチプレッシャーをかけていく、相手をコーナーまで追い詰めようとしますが前蹴りで突き放そうとするのが伊沢の方です。さて中村さん、このサウスポースタイルの黄色いトランクスの大川なんですが、あのワイルドラッシュリーグ現在出場しております鈴木優也と公式戦4戦目の予定だったんですけれども、相手が欠場となりましたね。そうですね、あの鈴木選手が、まあ、負傷で欠場になって、まあ、あのリーグ戦ではない試合なんですけども、まあ、対戦相手 の伊沢選手はあのクラッシュの55キロのもう中心人物と言っていい1人なので、まあ、あの大川選手にとってはすごくこう意味のある、はい、ワンマッチになったんじゃないかなと思いますね。対する伊沢の方なんですが、先ほどからも左の足の動き独特ですし、足技非常に細かいという印象があります。それを突きでさらにパンチを狙っていこうとするのか、大川もう小比類巻選手戦法は明らかに違うと言えそうです。はい、そうですね、大川選手はもうパンチが得意で伊沢選手はもう蹴りですよね。はい、でまた伊沢選手の蹴りはあの他の選手にないかかと蹴りをしたりとか、まあ、いろんなパターンの蹴りを持ってるんで、はい、まあ、大川選手はその蹴りを出させて合わせるパンチとか、そういったことをしていくと、まあ、勝利に結びつくかなと思ってますね。大川の拳、ここも強烈に顔面を捉えていくようです。左右アッパーカットのような軌道も打ち込んできます大川。さて伊沢の方がテクニシャンとして今も右のダブルローキック、あの中村さん、はい、しかしすでに11勝を挙げていますが現在2連敗中なんですよね。そうですね、あの伊沢選手今回そのワールドラッシュリーグに、まあ、エントリーしてないんですけど、まあ、あの自分の中でそのワールドラッシュに出てなくてもあのその出てる選手と比べて自分の方が強いというところを見せたいというテーマを持ってあの今年スタートしたんですけど、まあ、その中での連敗というのはやっぱりある意味伊沢選手とはすごくあの、厳しい結果にはなっているので、逆にやっぱりここで伊沢選手の方もワールドラッシュに出ている大川選手にどう勝てるかというのも試されている試合だと思いますね。はい、ここで勝てば白星を得れば大きい。右左連打です。だいぶスピーディーになってきましたし、ボディ打ちを大川が織り交ぜたりもしてきます。この展開の方は小比類巻選手どうですか。まあ、伊沢選手やっぱりローを今効かせるというかコツコツ当てて、やっぱローはダメージ残るんで、はい、まあ、そのローを効かせてそこから崩していこうとしてますよね。スーパーマンパンチのような拳も伊沢が繰り出してきます。さらにあだいぶ変則的な蹴りですよねこれ。面白い角度で伊沢がどんどん当て込んでいきました。逆に大川選手あの蹴り来ようが何来ようがこの選手は本当にあの自分のやるべきことをしっかりやるっていう意識が強い選手なので、まあ、そこを無視してどんどんパンチでまた行くと思いますね。その青いグローブ大川の方はこの拳のパワーに相当今自信をつけているようですね。はい、その土台となっているのはやっぱり中村さん、はい、あのフィジカルトレーニング石川直樹選手と行っていることなどでしょうかね。そうですね、まあ、はい、はい、結構あの大川選手こう右のフック引っ掛けて外側に回ってあのローとかパンチもらわないような位置から攻撃しているのは、はい、はい、まあ、すごくあのいい位置取りしてるなと思います。はい、右アッパーダブルは伊沢、伊沢も右を繰り出してきます。しっかりガードしてローキック、その軌道はちょっと大川にとっては読みづらいかもしれません。それでも左ボディ、あ今もパンチのフェイントを見せてから足技は伊沢。それでも確かに小比類巻選手ご指摘のように大川はもう何かそれにも構わず打ち込んでくるように見えますね。まあ伊沢選手はやっぱりいつもローでこう効かせるっていうのはあるんですけど、やっぱり一個の足、はい、一つでもあの崩すことによって相手もそれに意識いっていくんで、だんだん自分自身が壊れてくるんですよね。はあはあ、それを伊沢選手がよくやりますよね。ああ今これも右の連打連打、うん、あの手でこう押してこう動き止めて蹴ったりするとか、はい、さらに右ストレート。そうですね、中村さんもいろいろな手立てがありますね。伊沢は抑えてくる地味に効くんですよね。またそのバリエーションは増えているようです。足がちょっと揃うようになりましたか大川。大川がサウスポースタイル左のボディ打ち、うん、左の右
手これよく立ちましたね、伊沢、前のめりに倒れました。まあ、蹴りに合わせたの近い距離でのパンチを合わせたっていう、まあ、大川選手のうまい絶妙なタイミングですね。さらに左アッパー、あーこれは足元が大丈夫か、大川ダウンではありません。青いグローブの大川の方がこのラウンドパンチでダウン、さらに左前蹴りを返す伊沢、右ストレート、今度は逆に伊沢、すごい展開になりました。小入巻選手ダメージはもうこの段階では大川の方があるように見えます。そうですね、今ちょっと効いてますね、飛び込んでいく左フック、右フック、外から伊沢のパワーが増している。さらに波に乗る、フックから体が流れるようになるのが大川、これで一気に2ラウンド目で決めてしまおうというのか伊沢、うわーもうなりふり構わないというパンチ、こういう姿はちょっと今までの伊沢見られなかった展開です。石川直樹選手です。ちょっと目がうつろないように中村さん見えますか。そうですね、ダメージ的には大川選手の方が大きそうな、はい、あの感じはするので、ま、今のインターバルでどう立て直すかだと思うんですけどね。また伊沢は足技もこの後ありますしね、はい、大川も強いミドルローを放ちますけれども、ここです。伊沢選手こうやっぱ気持ちの強さというか、あそこで行ってやろうっていう気持ちが、やっぱりあのペースつかみましたよね。小比類巻選手常に放送でお話しされていますけれども、ああいうピンチでこそ下がってはいけないと。そうですね、あの大川選手が何度もプッシュこうやってやってるんですけど、全く下がらないですよね、普通の選手は下がって距離取ったりするんですけど、あ膝も出てきた、さらにアッパー、2人の拳交錯します。大川の気持ちもでも中村さん強いですね。そうですね、ダメージ残ってるかなと思ったんですけど、そう感じさせない動きですね。いやもう距離云々という話では何かなくなってきそうな、そんな乱戦混戦激しい打ち合いです。サウスポーから変わらず押しての青いグローブ、右ボディ打ちは大川、左の外からロングフックは伊沢、伊沢がガードをしっかりなして膝と今来ましたね、そこに膝から顔面パンチ、今度は前のめりに倒れた大川、伊沢がこの試合トータル2度目のダウンを奪っています。まあ、顔面膝でしたけどボディのダメージの方がちょっと大きいんじゃないですか今のは、効いてますねボディは。腹部への攻撃、大川も返す、それでも距離の長いパンチ、蹴り、膝、すべて赤いグローブ伊沢の方が駆使して左膝、完全に嫌いました、嫌がった大川倒れた、このラウンド2度目のダウン、あまた目線がやや怪しくなりました大川、あと1回このラウンド